こんにちは。リフォームの達人プロデューサー、山さんです。キッチンパネル手直し工事、どうなった？バイ、あんちゃんよりいただきました。ありがとうございます。これ今日ちょっと面白いです。お知らせ、リフォナビブックリリースさせていただきました。リフォナビマップに沿って各種チェックシートを知っておくべきこと、こんなあなたの事項をぜひ作ってください。解決したい悩み、こんな暮らしはしたくない。さらに、叶えたいマストな希望、こんな暮らしがしたい、プラスアルファ。ぜひ、こちらの動画、4つのカテゴリー、見るべき動画の順番ありますんで、LINE 登録してポチッと、この左側のライブラリーのところを押すと、こんな形でリフォームの手順、進め方、商品プランを選ぶ、リフォーム費用を知っていただいて、素敵な業者探してくださいね。パネル手直し工事、どうなった？ by あんちゃんレポートを楽しみにしておりました。ビフォアのキッチンは以前の動画でご紹介させていただいた、この壁の横にあるこの食洗機、これ壁取っ払ってこんな形で邪魔だった。素置き食器荒き、暗いキッチン、こんな形で開放感はドン。これがアフタークリーンアップステディア。綺麗ですね。明るくなりましたね。キッチンパネルも奥張り伸ばして、ちょっとこの部分の給湯器リモコン、わかりますかね？後ほど。明るく開放感になったのは良かったんですが、この引き出しのクリーンアップステディア、よくよく見ると、トラブルサポートなんでしょう。給湯器のリモコンのところから、ひびが入ってきて、業者さんに伝えなきゃと思うのですが、これって全部取り外して張り替えになるかと思うと、もう気が重すぎます。こんなお悩み相談、山さんの方で動画でトラブルサポートさせていただいたのが前回の動画でした。確かにここ、LINE が入って。まあ、開口部って割れやすいので、この取扱説、施工説明書なんかにも開口部割れやすいですよということで、ピンカトにしないなんかの内容もぜひこういった知識として皆さんにシェアさせていただきました。もうせっかくのことだから、このビフォーアフターの動画そのまま業者さんに送って、ビフォーアフター動画にされました。でも、実は最後にって言って、この動画見てもらったらあなたが使えなくても OK じゃないですかという、回り回った動画でのシェア作戦、まあサポートさせていただいたということで、動画を業者さんにシェア、どうなった？ご相談後、バイアンちゃんからその後いただきました。リモコンを外して判明。山さん、こんにちは。この前はマグネットパネルの割れの件で YouTube のトラブルサポートありがとうございます。工務店の方に YouTube を見ていただきました。シェアしていただいたんですね。ありがとうございます。今回、上張りではなく、剥がしてですね、新しく貼ってくださいました。そうなんですね。そして今回リモコンを開けて見て分かったんですが、亀裂ではなく、そうなんですね。傷なんですね、これ。傷だったそうです。給湯器のリモコンの穴を開けるとき、このあの部分ですね。電動の子が何かゴミを挟んだかで、そのままチッピングしたのかな、ピーンと。そのまま傷になったそうです。そういうことだったんですね、ここ。これ確かに開口部のところからの亀裂よりちょっとずれたところからライン入ってますね。この傷のラインは割れによる切れ目ではなく、その横のあたりから、リモコンの横のあたりから行ってますね。まっすぐ下に傷が入っていました。同様に隣にいっぱいカッターでわざと傷つけて確認していただき、これが同じ状態となり、亀裂ではなく切り傷だと判明、確定しました。いや、本当一緒ですね。確かに。へえ、こういう形でなっていたんですね。工務店さん総出で、うわ、そう。クリーンアップの工事の方も入れて全部で7人ぐらい。いやー、半日かけて、前より素敵になった気がします。え？これが剥がして、そしてここにキッチンパネルを貼る。こんな形でキッチンも据え置いて、クリーンアップも来てくれたんですね。ドン。お、傷がないですね。ドン。タイルとのこの2センチほどの厚み。あそこに厚みが2センチぐらい、もともとこういったところであったんですね。この厚みに、前回パッキンだったんですが、今回は木彫の綺麗な見切りを入れてくださいました。素敵になったんじゃないですか。素晴らしい。大満足なリフォーム。YouTube で山さんに紹介してもらって、本店さんもリフォームデポ明石店のプライドをかけてって、みんなで美しく仕上げてくださいました。素晴らしい。いや、山さんいつも思うんですけどね、
リフォームっていろいろあるんですよ。今のだってわざとじゃないじゃないですか。で、結果的に、まあ、気づかなくて、で、実際に何かトラブルあった時に気持ちよくですね、しっかりと、このように、まあ、対応してくださる。それもやっぱりですね、しっかりとこういった今回のリフォームデポ、明石デポ、プライドをかけてて嬉しいですね。山さんの YouTube で全くわからなかったリフォームのことを学び、工務店さんもめちゃめちゃ、チームワークがよく、これ大切です。できる工務店さんとかしっかりって、やっぱりね、舞ちゃんのところも今、松浦さんとか高橋さん入ってますけど、もうチームワークいいですよ。そういったところ動き見ると分かりますし、逆にうまくいってないところはね、なんかね、毎回ちょっと、ギクシャクしているというかね、ああ、そうなのみたいな感じの会話を見てても、この辺チームワークの良さ、とっても伺い知れるんじゃないでしょうか。インターホンの配線とか、いろいろ大変だったのに、すっきり思い通りに仕上げてください。感謝でございます。いやー、おめでとうございます。大満足リフォーム。前回の動画、キッチン天板、結局はこれ、この、続報をお届けさせていただきました。おめでとうございます。これって全部取り替えになるかと思うと気が重すぎる。まあそうですよね。そういう形、もしあればぜひ山さんにご相談、トラブルサポートさせていただいております。ぜひこちらもチェック。無事に綺麗に完成。リオナビセレクト2024年春のコーディネートブック。こちらリリースさせていただきました。3月20日春分の日、理想の内装イメージ、床、壁、天井、アクセントの品番など選べる5つのインテリアテイスト、プラスアルファ、ヴィンテージ、まえちゃんテイストです。春のコーディネートブック、こちらの方は、リホナビ LINE 登録をして、さらにゴールド会員限定で自動的に配信。さらに、こちらの方、印刷できないっていう方、こちらの方、山さんの方で、プリントアウトサービス、こちらの方も追加させていただきましたので、ぜひ、こちらの方もお申し込みいただければと思います。LINE 登録で定期的にプレゼント配信してます。ぜひ、山さんとお友達になっていただいて、友達追加、こちら、QR コードよりどうぞ。もしくは、このタイトルのとこポチッと押すとね、LINE で気軽に聞いてみよう。こちらからでも、ポチッ、ぜひ、コメントスタンプくださいね。ということで、今日お届けしたのは、やっぱりリフォームっていろいろあるけど、最後綺麗に終わるととっても嬉しいですよね。ぜひあなたのリフォーム素敵に応援させていただきます。いきますよ。せーの。必ずできる。いってらっしゃい。傷だったんですね。開けてびっくり。玉手箱。リモコンでした。